バッターは DH 石川、倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。これが2球目。インサイド落ちました。これはどうか、高橋、これで3アウト、試合終了になります。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。小宮山さん、完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクトでした。本当に素晴らしいピッチングでしたね。いやもう言うことないですよね。もう本当に見事でしたね。本当にそうですよね。我々放送席も感動しております。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まずはタイガースの先発高橋が甲子園のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。打順はトップに帰って辰巳、インアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。アウトコース見送っています。引っ張った、ファーストが取る、これで3アウト、試合終了になります。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、ノーヒットノーランを達成しています。ファンに大きな感動を与えてくれましたね。そうですね、もう本当にね、ノーヒットノーランですから、これも大記録ですからね。その大記録がまさに今達成したということになります。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。